水分の欠乏のため植物の生育が妨げられている乾いた大地。この地球上の乾燥地は世界の陸地面積の 46% を占め、世界人口の3分の1以上に相当する人々がそこで暮らしています。乾燥地で生じている砂漠化や干ばつをはじめとする地球規模の課題、中でも砂漠化問題の現状は今もなお進行していて、生物の多様性の喪失、農業生産の減少、そこから引き起こされる貧困層や環境移民の増加など実に様々です。これらは乾燥地の課題であるとともに、世界の人々が取り組むべき共通の課題でもあります。ここは鳥取県鳥取市にある鳥取砂丘。観光地として広く知られるこの砂丘の一角には、日本で唯一乾燥地に関する研究を行う研究機関があります。それがここ、鳥取大学乾燥地研究センターです。乾燥地研究センターは砂漠化や干ばつなどの問題に対し、国内外の研究者が大型の研究設備などを利用して研究を行える文部科学大臣認定の共同利用共同研究拠点です。皆さんこんにちは、乾燥地研究センターのセンター長をしています山中です。乾燥地研究センターは砂漠化や干ばつといった乾燥地の問題に取り組む日本で唯一の研究機関です。乾燥地で生じている課題の多くは国際社会共通の課題です。私たちは日本の乾燥地科学の拠点として、世界の乾燥地研究者とともに乾燥地の課題解決に取り組んでいます。どのようにすれば土地の荒廃を防ぎ緑の再生ができるのか、どのようにすれば干ばつや高温に強い作物を栽培し持続可能な農業を実現することができるのか、そしてどうすれば乾燥地に暮らす人々の暮らしを良くすることができるのか、そういうことを日々考えています。このために乾燥地に暮らす皆さんとともに汗を流して現場研究に取り組み、そして乾燥地研究センターに設置された先端的な研究機器を用いた研究を進めています。センターの先端的研究機器は共同利用のためのものです。ぜひ乾燥地研究センターに来ていただき、私たちとともに研究をしていただきたいと思います。これからも皆さん方とともに乾燥地の持続可能で豊かな未来のための努力を続けていきたいと考えています。乾燥地研究センターは乾燥地科学分野の共同利用共同研究拠点として、次の3つの役割を果たすことを目指しています。 1. 乾燥地研究の牽引。国内外の研究機関と連携し、乾燥地科学の新規研究分野を開拓する。 2. 国際ネットワークの形成。学術ネットワークを拡張し、橋渡しの研究の成果を乾燥地での社会実装につなげる。 3. 次世代研究者の育成。乾燥地科学分野における若手・海外研究者のグローバルリーダーを養成する。以上を目標に、乾燥地の研究はもちろん、人と人とのつながりや国内外の研究機関との連携を大切にして、これらの役割を果たしていこうと考えています。このドーム状のガラス温室はアリドドームといって、1998年に研究高度化のための実験施設として整備されました。直径36メートル、高さ16メートル、広さ1000平方メートル、内部は3区画に分かれており、乾燥地植物資源展示温室1では、サボテン科やリュウゼツラン科などの北アメリカ大陸で見られる植物、遠征植物、果実や種子などを食べる植物を集めて栽培・展示しています。乾燥地植物資源展示温室2では、
亜熱帯乾燥地域の特徴的な植物を保存しており、ナツメヤシやアカシア属、バオバブ、マカダミアナッツなどを展示しています。奥の区画は風洞装置など物理系の大型装置を設置しています。私は鳥取大学大学院連合農学研究科博士課程の松永幸子です。高温環境でも収穫量を維持できるパン粉麦について研究しています。パン粉麦は高温に弱く、30度を超えると収穫量が減少してしまいます。しかし今栽培されているパン粉麦には高温に強い系統はなく、地球温暖化によって収穫量が減少すると予想されています。そのため高温下でも安定した収穫量を保つ系統の開発が必要です。そのような高温耐性を持つ品種を育種していくためには、高温環境が収穫量に与える影響を理解し、高温耐性を効率よく評価する方法が必要です。そこで私はパン粉麦が高温ストレスに分子レベルでどう応答するかの解明に取り組んでいます。そしてそのためのバイオマーカーを開発しています。具体的に言いますと、いくつかの候補パン粉麦系統を気温や湿度がコントロールされている人工基調機内で高温ストレスを与えて栽培します。そして成長した植物から得られた代謝物質や元素などの含有量の変化を分析します。分析には乾燥地研究センターの所有する LCMS や ICPMS、IRMS などの最先端の質量分析機器を用いています。得られたデータをもとに各系統の特徴を明らかにし、収穫量などの農学的形質に関わる耐性のメカニズムを解明します。現在行っている研究によって今後の食料危機を救うことが期待されます。この研究の成果が鳥取大学から広まり、世界的な食料問題に貢献すると信じています。乾燥地研究センターの石井孝之です。私の専門分野は植物細胞遺伝学です。染色体を操作し、気候変動に頼る作物を作り出す研究を行っています。私の後ろにある機械はデザートシミュレーターといいます。この機械では様々な環境を作り出すことが可能です。日本には乾燥地は存在しません。しかし我々は様々な食料を乾燥地の農地から輸入することによって生活しています。よって日本で乾燥地の作物を研究することは非常に重要です。そのために乾燥地のない日本で乾燥地を人工的に作り出すためにこの機械が必要です。デザートシミュレーターの中には私たちが現在研究しているササゲというマメ科の作物が栽培されています。ササゲは西アフリカ起源の作物で、非常に耐乾燥性、耐高温耐性に優れています。気候変動に頼ることのできる作物を作り出すことには時間がかかります。我々の研究グループでは、染色体にあるセントロメアという領域を操作することによって反数体の作物を作り出す研究を行っています。反数体を作ることができれば、10年かかっていた育種が半分以下に短縮することが可能です。これにより気候変動に対応した作物を迅速に育成することが可能です。微生物生態学分野の谷口です。こちらは私が扱っている乾燥地植物の一つで、根にはさまざまな微生物が存在しています。私はこのような植物に良い働きをする微生物に着目し、その生態を調べるとともに、高い機能を持つ微生物を見つけて乾燥地の環境修復や持続的な農業に役立てることを目指して研究を行っております。このような微生物研究にあたって、微生物は小さく目に見えない、しかも大部分の微生物は培養することが難しいという問題があります。しかしながら近年では遺伝子解析の技術が飛躍的に向上したことから、微生物を DNA で捉えて研究するというアプローチが一般的になってきました。こちらの遺伝子組み換え実験室には、このような遺伝子解析を行うための基本的な装置が揃っています。微生物の量や機能遺伝子の発現について知りたい、そのときには DNA や RNA の定量を行うリアルタイム PCR 装置、あるいはこちらのデジタル PCR 装置を用います。そして微生物の群集や機能、そして多様性について調べたいというときには、こちらの次世代シーケンサーを用いたメタゲノム解析が非常に有効です。これらの機械を用いることで、微生物の機能解析や微生物の探索を効率的に進めることができます。乾燥地研究センターの寺本と申します。
私は陸域生態系における二酸化炭素などの温室効果ガスの吸収と排出に注目して研究を行っています。土壌中には植物を由来とする多量の有機炭素が蓄積しています。この有機炭素は土壌中の微生物に分解されて大気中に排出される多量の二酸化炭素の元となるものです。そのため土壌中の有機炭素を分析することは気候変動や温暖化などの研究と深く関わるものです。しかしながら土壌中には有機炭素だけではなく炭酸カルシウムや炭酸ナトリウムなどの無機炭素も含まれています。特に乾燥地の土壌ではそういった傾向が強くなります。これまでこういった形態別の炭素を分析することには非常に時間と手間のかかる作業でした。ここで我々が新しく導入した全有機炭素窒素分析計を用いれば同一のサンプルから同時にそれぞれの形態別の炭素と窒素が分析することができます。本分析機器は乾燥地における物質循環、特に炭素循環や窒素循環の研究推進に大いに貢献することが期待されます。乾燥地研究センターの黒崎康則です。ダスト気候学を専門にしています。砂塵嵐ですとか風食、黄砂について研究を行っています。衛星画像を見ると様々な地域で砂塵嵐が発生していることが分かります。例えばサハラからサヘル、ゴビ砂漠から日本に飛来する黄砂が見えます。鳥取大学乾燥地研究センターはゴビ砂漠において砂塵嵐発生メカニズム解明のための研究を行っています。場所はモンゴル南ゴビ県側東方です。首都ウランバートルから約 500km 離れています。2012年3月に観測システムを設置しました。でこの観測システムで気温、相対湿度、風向、風速、視程、雨量、放射収支、乱流、土壌温度、土壌水分、飛砂、ダスト濃度を計測しています。これらの観測は太陽光パネルによって24時間365日体制で実施しています。また1日1回インターネットを経由してサーバーにデータを送っているため、インターネット環境があればデータをどこでも確認することができます。日本にある乾燥地研究センターからもデータを確認できますし、共同研究機関であるモンゴル気象水文環境情報研究所もウランバートルからデータを確認できます。風向、風速、ダスト濃度、飛砂を確認したり、現地の様子を確認することができます。私は、こういった観測を通じて砂塵嵐、黄砂の数値モデルの精度向上を目指しています。また砂漠化対策を目的に研究を行っている共同研究者もいます。本センターは教育機関としての役割も担っています。国内トップの乾燥地研究拠点として世界の舞台で活躍できる人材を育成するため、大学院生、研究生の教育、指導を行い、乾燥地の緑化と砂漠化防止に貢献しています。また海外からの留学生、研究者を広く受け入れています。I am Benjamin Ewaubi from Nigeria, a visiting professor at the Arid Land Research Center, ARLC. Our research is on the field screening of Asian cowpea genetic resources. The situation of food insecurity in the world, and particularly in the rapidly expanding drylands of developing countries, calls for concerted efforts towards sustainably increasing crop production. Cowpea is a green legume of major importance for food security.Global efforts are being made to search for cowpea genetic resources with agronomically superior and adaptive traits for improved abiotic stress tolerance, which is necessary to combat the present and future food security threats associated with water-limited production areas, given the increasing climate change scenario. Totori University introduced over 400 Asian cowpea accessions obtained from the National Agricultural Research and Food Organization, NARO, which are currently being evaluated.In the experimental field of the Arid Land Research Center. The Sustainable Development Goal, SDG 17, is anchored on creating more sustainable food systems through collaborations, innovations, and partnerships
which underscores the importance of the international exchange and partnership as it is currently being fostered between the Arirang Research Center, Tutori University, Japan and Nigeria as a strategy to boost food security in sub-Saharan Africa. My name is Nasreen Omar. I am from Sudan. I'm a project researcher of the Marginal Region Agricultural Project of Arid Land Research Center at Tutori University. My research objective is to develop drought-tolerant crops. And my main research interest is in sorghum, because sorghum is considered as a staple food of the world's poorest people, especially from arid and semi-arid tropics, where the drought stress is a major constraint to crop production in semi-arid tropics. Therefore, improving the drought tolerance of sorghum has been a challenge for land breeders. Stay green trait is one of the traits that can provide post-flowering drought tolerance. I was successfully able to introduce the stay green trait into two sensitive sorghum genotypes, and these lines can provide more than 80% of the yield advantage over the sensitive parents under drought conditions. I am trying to promote these lines for commercial production in Sudan, and I am currently focusing on the understanding the drought tolerance mechanism behind the stay green sorghum lines using the advanced genomics and multi-omic systems in the Arid Land Research Center at Tutori University. Thank you. Hello, my name is Qing Qing. I'm from Inner Mongolia of China. I'm studying in Tutori University of Arid Land Research Center. Now, I'm a first-year PhD student. My research title is The Effect of the Heat Stress on Milk Production and Quality of Lactation Shape. The study area in China, I'm planning to do the experimental study using the respiratory chamber in China next year with cooperation with Lanzhou University. As we know that because of the climate change, extreme climate has become an important issue all over the world. So, I want to make clear the heat stress effects on ruminants, not only on sheep, in future. Hon Center では毎年公募により国内の研究機関や大学との間で乾燥地化学に関する全国共同研究を行っています。2010年度に共同利用共同研究拠点に認定されてからは、本センターが今まで以上に積極的に活用されています。毎年12月には共同研究発表会が開催され、研究成果の発表や特別講演のほか、研究員相互の情報交換などが活発に行われます。I'm Nugusi Aragawen, an Ethiopian origin and professor of Tutori University since 2010. I'm here to introduce the Satres Ethiopian project, which is entitled Development of Next Generation Sustainable Land Management Framework for Combating Desertification. This project is intended to develop integrated technologies that could reduce soil erosion by 60% to 80%, improve land productivity by 20% to 40%, while ensuring the participation of the land users. In this project, 3 institutes from the Japanese side and 3 institutes from the Ethiopian side are taking part, in which 60 researchers are involved. About 48 SLM technologies has been tested in the field, targeting cropland, grazing land and bushland. About 17 practices out of the 48 has been selected as best practices, taking the opinion of relevant stakeholders. So to facilitate the dissemination of this guideline and manual are being developed. We have been working also on the development of the laboratories and also training of young researchers. From the viewpoint of scientific achievements, we have published over 40 journal articles, including one book. We are hopeful to contribute to the global effort of mitigating land degradation, particularly addressing the issue of land degradation neutrality by 2030. Thank you. My name is Yasser Gourafi. I am working here in Tutori University for the WITSAT project, development of climate change resilience, innovative technologies for sustainable wheat production in heat and dry prone agroecologies of Sudan and sub-Saharan Africa. Wheat is a strategic crop worldwide and also in Sudan and in sub-Saharan Africa, and there is a big demand for wheat
and there is low productivity in Sudan and in Africa, and the big demand came from the increasing population and also due to the urbanization. So there is an urgent need to fill the gap between the production and the consumption. And this could be achieved by increasing the production and the productivity to realize self-sufficiency and to sustain the food production or food security and to reduce the poverty. And also, the overall goal of this project is to provide a model that could be applied in other sub-Saharan African countries having similar agroecologies to that of Sudan. And in this way, we can contribute to the Sustainable Development Goal 2 of United Nations. And the project actually working with 5 groups addressing the development of new cultivars, the development of crops with good nutritional values, and also understanding the interaction between the crop and the environment. And also the most important part is the capacity building for the researchers, students, and for the farmers and all stakeholders along the wheat value chain.乾燥地研究センターでは、砂漠化や干ばつなどの諸問題の分野で、国連の持続可能な開発目標 SDGs の達成に資する研究を推進しています。 SDGs とは、2015年に国連サミットで採択された2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国連目標で、17のゴール、169のターゲットから構成されています。SDG2 の目標、飢餓をゼロにに関連して、植物成長の数値モデルと天気予報を利用した灌漑水量の決定の研究をしています。具体的には、植物成長の数値モデルと天気予報を組み合わせ、純収入を最大化させる新しい灌水量の決定法を提示しています。毎回の灌水量を最適化するため、次の灌漑までの蒸散量に比例する仮想収入の概念を導入しました。これまで砂丘圃場における6作のほか、ヨルダン、スーダン、チュニジア、モロッコで圃場実験を行い、水分モニタリングに基づく自動灌漑区と、新しい方法に基づく灌漑区とで純収入を比較することにより、後者の効果を検証しました。これまでのところ、多くの場合で提示された方法の方が自動灌漑区よりも高い純収入を与えることが示されています。現在も国際乾燥地農業研究センターモロッコ支所とスーダン農業研究機構と共同で方法をさらに改良する実験を実施しています。右上の写真は、モロッコの国際乾燥地農業研究センター圃場に設置された節水実験圃場で、右下の写真はスーダンにて本手法について4日間の国際研修を実施した時の様子です。SDG13 の目標、気候変動に具体的な対策をに関連して、アフリカ乾燥地における持続可能な農牧に向けた気候リスク管理の研究を行っています。干ばつは世界で最も被災者が多い自然災害です。特に乾燥地の農村社会は作物生産が安定しなくて脆弱です。アフリカ乾燥地では、地球温暖化によって今世紀半ばまでに深刻な干ばつが増えると予測されており、干ばつ対処は喫緊の課題です。しかし、降雨の変動が大きい乾燥地では、作物栽培において適切な播種や施肥などを行うことが難しく、干ばつへの対応が進んでいないのが現状です。干ばつ災害に対するレジリエンスの強化として、気候リスク管理が世界各地で導入されつつあります。季節予報などを用いて作物モデルシミュレーションを行い、将来の収量を予測することが重要です。さらに、干ばつに対するレジリエンスの強い農業を行うには、
農家脆弱性評価や気候変動評価が重要です。これらの農業気象情報に基づく意思決定のシステムを導入することにより干ばつリスクの軽減が可能となります。乾燥地研究センターでは広く一般の方々にも砂漠や乾燥地の問題について知っていただくため一般公開を行っています。本センターの研究者による分かりやすくて楽しい講演をはじめ、アリドドームなどの施設の見学、パネル展示、子どもたちも楽しめるものづくり体験などが催され、学術文化と和みのひとときを過ごしていただくことができます。本センター内には他にも乾燥地学術標本展示室というミニ砂漠博物館があります。世界各地の乾燥地について模型や映像を用いて紹介したり、砂漠化のプロセスや緑化技術の説明を見ることもできます。現地調査で収集した資料や標本の展示コーナー、民族衣装を試着できるコーナーなどもあり、年末年始を除く土曜日、日曜日、祝日に公開しています。他にも本センターの活動を多くの人に知っていただく貴重な機会として、施設見学や体験学習などを積極的に受け入れています。子ども向け実験イベント、君もなろう砂漠博士や、保育園児の芋掘り体験、小中学生を対象とした施設見学などの活動を行っています。乾燥地研究センターの活動をご理解いただけましたでしょうか。私たちは日本の乾燥地科学の中核として、また世界の乾燥地研究機関の一員として、乾燥地のさまざまな問題を解決するために研究しています。現在私たちは深刻な問題に直面しており、この問題にどのように挑むかが私たちの研究のテーマです。現在デジタルトランスフォーメーションやグリーンテクノロジーといった総合的な技術革新が今後の問題を解くための鍵になると考えられています。私たちはこのような先進的な技術を現在の研究に積極的に取り入れ、乾燥地の問題解決に使いたいと考えています。乾燥地の現場に出かけ、問題の本質を見極め、現地の人々と協力しながら問題を解決しようと思っています。皆さん、私たちと一緒に行動しませんか。乾燥地研究センターでは、大学院博士課程の連合農学研究科、修士課程の持続性社会創生科学研究科に専任教員として所属する教員が、乾燥地科学を志す大学院生、研究生を積極的に受け入れています。詳細はホームページで公開しています。ぜひご覧ください。